皆さんこんにちは。そしてこんばんは。ケン山本です。アメリカからですね、動画を配信しているので、皆さんがお見、見られるのがですね、朝なのか夜なのかわからないので、まあ、こんばんはも一応付け足してみました。今日はですね、五十肩についての話をですね、ドクターと、たくさんお話ししてきた内容のことをですね、皆さんにシェアしたいなと思ってですね、動画を配信しようと思って、いるわけです。五十肩っていうのはですね、非常に患者さん泣かせの症状であったりするんですが、時々五十肩治しましたなんていう動画をですね、見たり拝見したりするんですが、これがですね、アメリカのドクターに言わせると、実はそれが五十肩であれば治るわけがないという話を今日は聞いてきたっていう話なんですよね。まあ、どんな内容なのかっていうのを今からお話しするんですが、よくですね、五十肩の症状で石灰沈着があるとかね、まあ、そういう話が聞かれたことがあると思うんですが、これがですね、五十肩じゃなかったってことなんですよ。で、どういうことかっていうとですね、まあ、上肢っていうのは基本的に海内で使うし、海内で使うということは、まあ、上腕骨も内旋が多いということなんですよね。まあ、もちろん内旋する筋肉の方が強いし大きいしということも含めて、上腕骨は内旋しやすい状態なんですが、内旋している状態で使いすぎるとですね、この棘上筋っていう肩甲骨の上に乗っかっている筋肉があるんですが、この筋肉とこの肩峰といってですね、肩峰ありますよね、鎖骨と肩甲骨の関節があるちょっと先のとこですね、肩の一番端っこ、ここの部分の下にですね、活液法だとかね、まあ、脂肪体がいっぱいありまして、それがですね、まあ、ねじれながら使ってるとですね、炎症を起こしてくるっていうんですよ。で、その炎症を起こしてる時っていうのは、もうそのなんていうか、特にですね、上腕骨を内旋することによってこの肩峰と上腕骨の間が狭くなるってことが分かってるそうなので、そしてなんかこういう検査をするとですね、痛がりますよね。五十肩の人ってもう内旋すると痛がるじゃないですか。なので、もしかしたら五十肩に似た症状の同じ五十肩の、症状だから大丈夫じゃ、五十肩じゃないんだけど五十肩と同じような症状を起こしているということがあるということなんですよ。これは肩峰化活液法だとか、そういったその脂肪体なんかの炎症が起こり、内旋させることによって痛みを感じやすいっていう種類の、肩の炎症なわけなんですね。で、まあ、フローズンショルダーって言ったり、肩関節周囲炎っていうのがまあ正式名称なんですが、この、フローズンショルダー、つまり五十肩とは何なのかって言ったらですね、アメリカでは、関節包の炎症、関節包のもう拘縮っていうか、まあ、ギュッとなっちゃってて、どうにもこうにも動かないよっていうのの、決まりが、まあ、基準があるらしいんですよ。だから、関節包を、まあ、緩める方法っていうのは、まあ、そんなになかなかこう難しいものですから、それを緩ませる、まあ、五十肩を治すためには時間を置いてですね、安心安全にしながら、まあ、こういうコットマン体操だとか、腕をできる限りこう動かしたりとかするっていう方法で安心安全に治していくっていうのが、まあ、アメリカの考え方っていうような話をですね、今日聞いてきました。まあ、ちょっとね、別のドクターの話も聞いてみたいとは思うんですが、今日、お話しさせてもらったドクターにはそういう話を伺いましたので、皆さんにシェアしたいなと思って、この動画を撮ったわけです。まあ、とにかくですね、上腕骨っていうのは、まあ、ね、海内、まあ、前腕は海内だし、その上腕骨も内旋をした状態でこう動かしたりとかすることが結構日常生活で多いと思うんですよ。つまりですね、まあ、前腕が海内している状態で、まあ、肘を曲げ伸ばししたりだとかするっていうのは、やっぱり上腕二頭筋の長頭なんかもねじりながら使われている可能性があったりするわけですよね。そういうことで結節関節とかに、上腕二頭筋が通るトンネルがあるんですが、まあ、そこを擦りすぎちゃって石灰沈着がたまり動きが悪くなっちゃって、こういう動きとかも肩にビーンってきちゃったりだとかね、することがあるようなので、まあ、これに関しても、見ていかなきゃいけないなっていうか、まあ、五十肩との鑑別が必要だなと思います。で、やっぱりね、お医者様でも五十肩の症状だねって言って
終わってしまうおじさんも中にはいらっしゃるそうなんで、まあ、そのお医者様が見余り得るぐらいの、鑑別なので、まあ、例えば疲労骨折と心スプリントって見分けがつかない可能性があるよっていうふうに、まあ、心スプリントとは言わないんですが、まあ、Q の名前で言うと心スプリントとしたとした場合、心スプリントは、まあ、5センチぐらいの幅の痛みがありますよっていうのに対して、疲労骨折は指1本で触れる圧痛点があるっていう、まあ、差ぐらいなので、まあ、なんていうかこう鑑別を見誤ることがあるっていうこともありますし、まあ、頭痛の種類なんかもね、いろんな種類があって、もう見誤ることがあったりすると思うので、お医者様でも見誤るほどの似てるようなね、症状でもあるということで、まあ、注意が必要だなって思います。まあ、だから、何か手技を行うことによって、あ、上がるようになりましたっていうのは、もしかしたら、本当の腱関節周囲炎ではなく、もしかしたら、その他のね、脊椎侵着だとか、その他の原因で上がらなかったものが上がるようになったということかもしれないという話を、今日ドクターから聞いてきました。この後ですね、アメリカにせっかくいるものですから、アメリカの情報というかですね、アメリカの食品について、食について、健康食品みたいな、ビタミン C とかね、ビタミン D についてなんかのお話もさせてもらおうと思って、この続きをですね、動画撮りましたので、ぜひご覧になってください。それではまた。皆さんこんにちは、ケンヤモモトでございます。今日はですね、アメリカにあるですね、スナック菓子の紹介をしようと思うんですが、いろいろですね、やっぱり健康に気を使わなきゃいけない年代になってきたので、いろいろこう研究しているところなんですが、まずですね、これ見てください。この美味しそうなパッケージ、そして、まあ、こういったパッケージがあるんですが、アメリカ人の中でもやっぱりですね、健康に気を使う文化がやっぱり広がってまして、このマークを見てください。 USDA って書いてますよね。これはですね、まあ、オーガニックのマークなんですが、これはですね、USDA、米国農務省の認可を受けた認定機関が審査を行い、オーガニックとして認められたら、このマークをつけることができるっていうことなんですよ。ただ、その審査が非常に厳しくてですね、基準が厳しくて、以下をクリアする必要があると。無農薬で3年以上栽培された土壌から収穫された食物であること。遺伝子組み換えなし、土、水も厳格な基準をクリアしていること、家畜は有機植物を食べていること、納屋の外へ自然環境へのアクセスがあること、成長ホルモンや抗生物質不使用であること、薬品を使う農家とは定められた距離を置くこと、さらにその中で全成分の95%以上をオーガニック原料で作られたもののみに、USDA オーガニックを添付することが許されています。これですね。これをなんとですね、アブラハム・リンカーンがですね、制定させたっていうね、すごいことですよね。アメリカはですね、まあ、そういうことをやってるんですよね。まあ、ちょっとこう見習いたいところですね。さあ、その次には、この Non-GMO っていうのがありますよね、この真ん中に。ね、このマーク、どういうものなのかっていうとですね、GMO っていうのは遺伝子組み換え体。だから、まあ、遺伝子がね、組み換わっちゃってるのが GMO っていう意味で、Non-GMO ですから、非遺伝子組み換え体のことを表す言葉で、まあ、この商品は遺伝子組み換え食品を使ってありませんという意味です。人間が作物の遺伝子に手を加え、新しい品種を作る遺伝子組み換えの技術は近年急速に発達しました。人に害を与える虫や環境に害を与えるような弊害などから農作物を守り、育てやすくする、人件費の削減や除草剤をまく回数を減らすことなど、品種改良、遺伝子組み換えの研究によって遺伝子組み換えで育った植物は広く普及しています。しかし GMO 食品の環境や生命に関する安全性については、現在でも様々な議論や諸説があり、また近年急速に発達した分野のため、まだ未解決のことも多いのですが、2017年3月時点では健康に悪影響を与える可能性があるといった論文が多く発表されていますと。
特に GMO 遺伝子組み換えが行われているものは輸入された大豆やトウモロコシです。トウモロコシや大豆はさまざまなものの原料になっており、完全に排除するのが難しいものですよね。また日本では国内ではコーンスナック菓子やトウモロコシの缶詰など33種の食品に表示義務があります。しかし朝ごはんの定番であるコーンフレークなどには表示義務がないので、知らない間に食べている可能性もあります。そして実は世界で一番遺伝子組み換え大豆を使っている国だと言われているのが日本です。わお。最近はノン GMO 表記の食品も日本国内で増えてきたので、気をつけられることから始めていきたいですねっていうことですね。さあ、そしてこれですね、ノーアーティフィカルって書いてますね。これはですね、人工着色料の不要不使用ですねっていう、これなんですよ。ちょっと食べてみましょう。もうすでに開いてるんですが、これを食べてみます。うん、なんとなくオーガニックの味がしますね。さあ、そして今度はこいついってみましょう。こいつはどんなマークがついてるかっていうとですね、ただこの KD っていうのは、KD、ちょっとまあ KD はいいや、とりあえず食ってみよう。こんな感じですね。うまいね。うん、うまい。俺的には合格。サルサです。さあ、そしてなんかこれは日本でも見たことある人いるじゃないかな。うん、フィリピンとかタイでも見たことあるから、これも開けてみましょう。これはどんなマークがついてるかっていうとですね、特にマークなしですね。つまり添加物てんこ盛りなんでしょうね。さあ、おなじみの三角形のね、これ食べてみます。うまい。うん、うん、非常にうまい。完成された食品ですね。さあ、続きましてブルーチップス、さっきと同じようなね、あの形なんですが、これもなんかねマークがありますね。ノン GMO ね、遺伝子組み換えしてません。なんかこれ GF ってガールフレンド？ん？ガールフレンドね、グルテンフリーね、グルテンフリー。それからパーブっていうのがありますね。これはですね、ユダヤ教の食品規定による肉とミルクを含まないため、肉と酪農料理の両方を摂取することができますよっていうマークだそうです。 U、 これね、ユダヤマークっていうんですかね。ユダヤ教の人っていうのは食物の規定がいろいろあるようですね。これも食ってみましょう。まあね、なんていうかね、どす黒いんですよ。なるほど、なるほどの味ですね。なるほど、なるほど、残念な味ですね。やっぱりね、この体にね気を使ったこのマークのものよりも、これとかね、これ何のマークもないんですが、やっぱりね、何にもないマークの方がとっても美味しいですね。まあ、こういうマークがあったりだとかね、まあ、この USDA のね、まあ、リンカーンが作ったと言われてるねものだとか、まあ、ガールフレンドじゃないや、なんだけど、グルテンフリーのね、チップスだとか、まあ、いろいろありますけれども、まあやっぱりですね、やっぱりこううまいうまいというのは添加物てんこ盛りのものがね、まあ、完成された味だなっていうのがね、そんな感じしますね。まあ順位をつけるんであれば、まあ1、2、
で、まあ同列ね、まあ、体にいい、体にいい、これも体にいいね、体にいい、まあ、体にいいのはまあ美味しくないっていうことがなんとなく分かりました。まあ、それにね、まあこれ見てほしいんですが、$4.99、まあ、税金入れてるとですね、まあまあ、5ドルちょっとになって、なんだかんだで600円ですよ。これが600円。ね。まあ、体にいいものは高い。ね。これもなかなかね、まあ、5ドル以上したので、結局税金払うと、まあ、600円を超えますよね。で、それから、まあ、まあ、これも同じような値段ですよね。で、これね、この添加物、てんこ盛りの美味しいチップスはね、3ドルちょっとでしたね。なので、まあ、なんでか健康、高くても健康に気を使うのか、まあ、安くても美味しいものを選ぶのか、まあ、信じるか信じないかはっていうか、選ぶか選ばないかはあなた次第っていうかね、まあ、俺次第って感じなんですけども、まあ、とにかく、まあ、感想から言わせてもらうと、まあ、体にいいものはあまり美味しくない。そして、まあ、こっちの方の添加物っていうのは、まあ、美味しいよっていうことで、まあ、今日の、夜のお供はこれにしようかなっていうふうに思うわけであります。まあ、健康第一なんですが、やっぱり美味しさも大事ですよね。皆さんはどんなタイプが好きですか？まあ、アメリカにはですね、勉強しに来たんですが、まあ、今日はですね、こういうそのチップスオールスターズをね、紹介させてもらいました。アメリカのですね、健康補助食品とかっていうのもビッグサイズで、これはね、ビタミン D とマグネシウムが一緒に入ってるものでしょ。で、それからこれはね、ビタミン C なんですよね。めちゃでかいでしょこれね。600粒ずつ入ってるんですよね。で、お店の人に言わせるとですね、マグネシウム、ビタミン D はですね、600カプセルが入ってるんですが、1日にですね、朝昼晩2粒ずつ飲んだ方がいいよって言われて、それはもう免疫も助けるし、なんかこういろいろ体にね、マグネシウムって大事ですから、取った方がいいというアドバイスをもらいました。で、まあ、もしその免疫だとか疲れちゃってどうしようもないだとか病気の時なんかはもっと多めに取った方がいいという話でした。それから、まあ、ビタミン C に関しても2カプセルを1日3回取ったらいいんじゃないって言われて、薬剤師さんにね、まあ、そういうふうに指導されたというかですね、まあ、勧められたんですよね。日本のですね、厚生労働省の、おすすめは1日100ミリグラムですからね。僕なんて今このビタミン C をですね、1日にですね、2粒ずつを3回4回取ってますので、まあ、それで8000ミリグラムじゃないですか。日本のですね、まあ、80倍のビタミン C 取ってるわけですよ。当然ですね、もう元気いっぱいで、まあ、40代はまあ、僕だけなんですけども、若い子と一緒にですね、解剖の勉強を今一生懸命やってるんですが、誰よりも元気ですね、僕がね。やっぱりビタミン C とね、マグネシウムだとかそういったもののおかげじゃないかなと思ってるんですが、まあ、ちょっとですね、こういうこの体の悪そうな食物をとってですね、まあ、調整しながら、まあ、勉強を進めていこうというふうに思ってます。今日はですね、このチップスを平らげてから、勉強し、そして寝ようかなと思ってます。それではまた YouTube 動画でお会いしましょう。ケンヤマモトが、アメリカのですね、とある学園都市からですね、解剖と運動学の研究をするためにやってきたんですが、まあ、そんなこんな感じで、今日のところは終わろうと思います。それではまた。